はい、神戸市医師会館です。神戸市医師会の沖塩隆会長にお話を伺ってまいります。会長、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。神戸市医師会は開業医、それから勤務医の方2700人が加盟をされているということで、今まさに新型コロナウイルスの最前線で戦っている方も多いと思います。お礼と感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。神戸の医療の現状とですね、それに対する医師会の対応なんですが、いかがでしょうか。そうですね、現在皆さんのご承知のように、感染症指定病院では新型コロナウイルスに対する対応、日夜本当に、涙ぐましい努力をされていただいて、我々も敬意を表しているところでございますけれども、残念ながら非常に注意していましても、院内感染というものが起こってしまいましたし、また他の病院でも、複数の病院で院内感染が起こったりしておりますので、新型コロナウイルスに対する治療はもちろんのこと、それ以外のコロナ以外の日常の医療もかなり支障をきたしております。ですから救急患者の受け入れであるとか、あるいは手術、それから検査治療の縮小、それから中止をやむなくなっているということもございます。ということで、一般の診療に影響を及ぼしているということで、異常、医療崩壊というわけではございませんけれども、かなりの部分、通常の医療が通常にできないということでは異常な状況であります。また市内の医療機関どこも、受診患者が減っているという、状況にもなってきております。医師会としてはどんなふうに対応されていますか。そうですね、神戸市医師会といたしましては、1月末から新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げまして、1週間に1回のペースでいろんな対策対応を取ってまいりまして、その都度会員に対してはいろんなツールで最新の情報、有益な情報を周知しております。その途中では神戸市長にも新型コロナウイルス対策に対する要望を出しましたし、また記者会見でも神戸市医師会の方針等も発表させていただいております。これも現在も継続して会員に対しては情報提供をしております。さまざまな広報支援をされていらっしゃる。そうですね、はい、そして神戸市医師会ではですね、PCR 検査の専門外来を設置することになりました。これは神戸市の委託を受けてということになりますが、こちらのフリップをご覧ください。感染が疑われる方はですね、従来はこの帰国者接触者相談センターに相談をしまして、そこから帰国者接触者外来を相談、紹介してもらって受診をして、ここで医師が、検査が必要と判断したときに初めて PCR 検査を受けることができるというのはこれまでの流れなんですが、今回ですね、神戸市医師会が設置をするこの地域外来検査センターというのが今度できるということなんですが、これができることによって、地域の診療所とかかかりつけ医の方がですね、 PCR 検査が必要と判断したときにはこの検査センターで検査が受けられるということになるということなんですね。この狙いというのは会長どんなところでしょうか。そうですね、今説明された通りでございますけれども、今まで一般の医療機関がPCR 検査が必要と思われても保健所で跳ねられてたケースが多々ありました。今回は保健所を介さずにストレートにこの検査センターの方へ紹介できるということでございますので、診療する医師あるいは診療を受ける患者さんにとってもストレスなしに検査を受けられるということと、早期にその結果が分かるということで、仮に陽性であればそれは保健所の指示で、しかるべき医療機関に振り分けられるという、流れがはっきり見えてきますので、日常の診療におきましても、その発熱であるとかコロナの疑いの患者さんも今までよりは見やすくなるという利点がございます。また自分の診療所で、検査ができない、 PCR 検査ができない医師会員もこのセンターには交代で執務して、その PCR 外来、検査をすることによって、コロナ対応に貢献できるというメリットもございます。はい、この検査センターというのは厚労省が認めたものということです。そうですね、はい、で実際にどんなふうな検査が行われるのか、VTR にまとめてありますので、どんなふうになっているのか VTR ご覧ください。神戸で採用するのはウォークスルー方式の PCR 検査です。韓国から取り寄せた専用のボックスに医師が入り、2つの穴に装着された手袋に腕を通して患者の鼻や喉から検体を取ります。感染防止の工夫も会長、これ施されているということなんですね。そうですね、これは
検査をする医師、中に入る医師の安全性を高めるために、中を外よりも気圧を上げまして、陽圧、いわゆる陽圧にいたしまして、ウイルスが中に入り込まないような工夫をしておりますので、重装備でなくても医師が中に入って検査をすることができるというメリットがございます。はい。1日に何人くらい検査ができるんでしょうか。そうですね。検査する人ごとに、消毒を全面のガラス、それから、そうですね、やる必要がございますので、1人当たり10分程度かかりますので、2時間1日にするとしたら、およそ12人ぐらいできると思います。はい。これはあくまで神戸市医師会が行うということで、検査の対象はあくまで神戸市民ということですね。そうですね。これは神戸市からの委託事業ということでございますので、現在のところ、神戸市民であり、また神戸市内の医療機関で診察した人に限るということが条件付けられております。はい。1日12人ということで、はい、さらに検査体制が強化されるということです。スタジオには上條さんいらっしゃいますが、何か質問ございますか。はい、はい。PCR 検査なんですけども、大阪の方では車で入っていって、このドライブスルー方式なんていうのもやってるっていうのを聞いたんですけども、またそれとは全然違う感じやったので、なんかそれぞれこうメリットデメリットなんかあるのかなっていうのは。はい、はい。上條さん、こんにちは。こんにちは。お疲れでございます。お願いします。今 のドライブスルーにつきましては、患者さんが車で来てさっと検査するということで、短時間でできるというメリットがございますし、検査のスピードが速いということ、それから先ほどのボックスのような設備がいらないということで、費用もそんなにかからないメリットがございます。ただし、その検査をする側はやはり結構車の中、窓を開けて中を覗き込んでということで、感染のリスクが高いですので、完全防御という形でする必要がありますので、その辺はデメリットかと思います。一方、ボックスの方は先ほど言いましたように、検査する側は安全性が高いですけれども、費用がかかるということと少し時間がかかるので、検査の件数があまり増えないということがございます。いずれもメリットデメリットございますけれども、いずれにしても我々ができる方はやろうとは考えております。今回は、その設置場所によってこのボックス型を選んだということでございますので。はい。会長、今後ドライブスルー方式の導入というのは考えてられるんでしょうか。はい、今申しましたように、この PCR 検査外来につきましては、以前から神戸市行政の方にも設置するようにお願いいたしまして、ドライブスルー方式、ウォークスルー方式、どちらでもいいからということでお願いしていたところですので、次もし設置するとしたら、立地条件さえあればドライブスルー方式をするという可能性も十分にございます。はい。今回ですね、神戸市医師会が設置をするというこの検査センターですけれども、時期ですね、はい、どれくらいの時期に開設予定されてますでしょうか。今のところは6月8日月曜日、スタートを予定しております。6月8日。はい。もうまさに迫ってきているということですね。はい。本来はもっと早くしたかったんですけれども、いろいろ説明の改修等もございましたので、そういうことになっております。最後にですね、はい、感染の第2波というのも懸念されているんですが、市民の皆さんにですね、このことを気をつけてくださいというのを最後に一言お願いします。そうですね、最近は新規の感染者が減ってきております。これはやはり市民県民の皆さん方の自粛の効果が出てきているんだと思いますけれども、これからそれが緩んでくると、また必ず感染が広がって第2波というのが起こると我々は予想しております。その第2波の感染をできるだけそのピーク、山を低くするためには、やはり今回の自粛で市民の皆さん方みんないろんなことを学ばれたと思います。これを忘れずに、引き続き自粛緩和となっても、そういう気持ちを忘れずに対応していただけたらいいかと思います。できるだけみんなが、いろんなところへ、集まって、スポーツであればいろんなスタジアム、先ほど甲子園が中止になったというニュースもありましたけれども、そういうところでたくさんの方々が一緒になって応援できるという時期が早く来ればいいかと願っております。そのためにはやはり第2波できるだけ少なくするということで、今回の自粛、それをしっかり思い出して対応していただきたいとは考えております。今日はお忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、神戸市医師会から中継でお伝えしました。